みんなのゴルフダイジェスト、中村治です。パフォーマンスゴルフスタジオの堀口です。ちょっとノリ眩しいから今日めっちゃ眩しいですねまあ皆さんご存知だと思うんですけど、はい、マジェスティですね、はい、まあ、マルマンからマジェスティゴルフっていう名前に変わりまして、うんうん、マジェスティゴルフの、ドライバーね、これなんと23万円するんですね。まあこういう高級だね、すごいな、ね、高価なクラブの走りみたいなところがあると思うんですけど、はい、うんうん、じゃあ一体なぜこれが23万円もして高いのかっていうところをね、うん、今日はじっくり打ちながら検証してみたいと思います、はい、お願いします。まあ、まずこのシャフトがね、うん、普通カーボンのシャフトって何もよくご存知だと思うんですけど、はい、まあ、樹脂とカーボン、ね、うんうんうん、合わせてこう、ね、そうですね、巻いて作られる、巻いてね、はい、その、ね、樹脂の量がすごく少ないらしいんですよ。お、まあ、要はカーボンの量、含有量がすごく多いっていうことなんですよね、うんうん、まあ、そのことで、うん、まあ、しなりだとか弾きだとか、うんうん、まあ、独特のそのフィーリング、うん、それをするのにはね、まあ、ものすごいコストと手間がかかるらしいんですね、だからまずこのシャフトが非常に高価、うんうん、であるっていうこと、うん、で今回のこのスペックを見ると、はい、47インチなんですね。長いですね。すごい軽いの。ちょっといいですか、もっと、はい、お、軽い、めちゃくちゃ軽いでしょ、はい、めっちゃ軽いですね、うん、で、まあ、ヘッド、まあ、仕上げがね、うん、やっぱ、まあ、工芸品みたいなさ、仕上げ、はい、まあ、こういう仕上げにもすごくコストがもちろんかかりますよね、うん、と、そういうところ、まあ、素材ももちろんそうなんだけれど、まあ、仕上げとこのシャフト、うん、ね、実際にじゃあちょっと振ってみて、はい、その感じをね、フィーリングをちょっと教えてもらいたいと思います、はい、お願いします。いいですか、はい、めっちゃ軽いな、まあ、総重量 260g で、うん、47インチ、すごいな、はい、それは軽い。なんか見た目はこんな、うん、まあ、アップライトで捕まりそうなイメージなんですけど、うん、なんか構えて気持ちいいぐらい綺麗ですね、綺麗、うん、本当に。打たせてもらいます。弾くな、これ。弾くし振り抜きがやっぱり、ね、軽いんですけどほシャフトはどう。まあまあしっかりしてますよね。なんかマジェスティのこうドライバーってクラブとしても結構しっかりとした作りをしてるイメージがしてるよね、はい、僕の中でもあって、うん、この軽さでこのしっかり感っていうのはなかなかないですね。これね、実はね、うん、まあ、ちょっと資料を見ると、はいはい、9.5 から 12.5 度まであるんですよね、はい、すごいな。でシャフトも S から、はい、あの R2 っていうのすごく柔らかいものまで、 R2 のシャフトだと 252g しかない。わかる、すごいな。まあ、本当に女子プロでもね使ってる人がいるように全然使えますね、はい、これだったらこの S の感覚だったら全然しっかりしてる。これ一応もう一球振ってみたいな。いいな、うん、あれすげえ投げいやヘッドスピードがさ、ね、今サクッと振って振ってないのに、そうなんですよ、上がるんですよね。46ぐらい、はい、そうですね、やっぱりその長さと長さと軽さですね、やっぱりね。それでこうシャフトがぐにゃっと来ないから、来ない来ない、全然来ない。いや、まあ多少左は向いてるのかなっていうのはあるけど、うんうん、形とかね、うん、決してその木をてらってなくて、ないですね、非常にオーソドックスな感じ、うん、あとはやっぱりちょっと 長いので47インチの長さを、長尺をやっぱり触れる感じのイメージで、はい、弾くね、ね、弾くし上がるし、うん、結構しっかりしますよねシャフト。いや、しっかりしてる、ね、打感も、まあ、弾き感は強い、うんうん、ね、40ぐらいでいこうか。40ぐらい、うん、ナイス、ナイスポー。今、まあ、90マイルだから大体40ぐらいのヘッドスピードで打って、まあ、高さといい、うん、その240ヤードっていうね、うん、これは本当に楽にヘッドスピードが出るんじゃないかな。ちょっと振ると出過ぎちゃう、出過ぎちゃうあるよね、ええ、まあ、見た目はもう仕上げの良さ、うん、ね、見た感じ の、うん、フォルムとかもオーソドックスで木をてらってる、はい、で振ってみたら軽くて、でそのシャフトがヘッドスピードに合わせて選んでもらえば、うん、
まあ、この高価なシャフトの、うん、なんですか、走り感、走り感、うん、まあそうですね、うん、あとまあ意味合いがありますよね、ちゃんとね、うん、そんだけフルスペックで用意されてるっていうのがこのマジェスティの凄さかもしれないですね。ねえ、改めてちょっと23万円のクラブを ね、打ってみましたけど、はい、ちょっとドキドキしましたけど ね、いや、まあそれだけの価値っていうのはやっぱり、まあ、ただね、うん、どうなんでしょう、うん、最近のクラブと比べると、うん、まあ、そういうウエイト可変があったりとか、うん、なんかそういうものがあるわけじゃないんでね、うん、本当にごくシンプルな、ね、うん、構造、まあ、もの自体を本当にいいもので組み上げたっていう感じですね、うん、素材だけをいいものを使ってっていう感じですね。そういう意味では、ちょっと例えばスライス気味の人だったり、ね、うん、いや引っ掛ける人だったり、うん、じゃあそういう人たちはどうしたらいいのと、そうですね、いうところになるんだけど、ロフトの選択と、うん、やっぱりシャフトがそれだけバリエーション多いので、その選び方によって、うん、まあ、捕まり方だったり上がり方っていうのは、うん、まあ、この中でも選べるのかなっていうふうに思いますね、うんうん、いいですね、うん、はい、じゃあ今日はマジェスティのプレステージを、ね、はい、10台目打ってみました、はい、皆さんもぜひちょっと、ね、試してみてはいかがでしょうか。